今日演奏する作品26以降がベートーベンの中期のピアノソナタということになっていますが、このソナタはですね、葬送ソナタという、副題で呼ばれることがありまして、というのは4楽章構成のソナタのうちの第3楽章ですね、真ん中の楽章に間奏楽章として葬送行進曲が置かれているんですね。普通ソナタというのはもうちょっとこう抽象的な、音楽として、作り上げるんですけれども、葬送行進曲っていうのはお葬式の時に流す機械音楽ですよね。そういうものをソナタの中に持ってくるという、そういう実験を行ってみたわけなんですね。この体験をもとにベートーベンはその後、交響曲第3番のエロイカの第2楽章に、葬送行進曲を置くということをやってのけるわけなんですけれども、ということで今日はそのね、ソナタの第3楽章の葬送行進曲、これフラットが7つもついている変異端調の曲なんですけれども、これを演奏したいと思います。
このソナタ他にも型破りなところがいくつかありまして、例えば第一楽章ですね。普通ソナタの第一楽章はソナタ形式という特別な形式で書かれます。このソナタ形式についてはまたいずれお話ししたいと思いますけれども、ところがこの曲の第一楽章は変奏曲形式なんですね。でこういうソナタって珍しいなと思ったんですけれども、考えてみたらモーツァルトの曲でそういう曲あるなと。これがいわゆるトルコ行進曲付きと言われる胃腸調のソナタですね。第一楽章が変奏曲で始まって第三楽章にトルコ行進曲があると。行進曲ってところもこの曲とね同じですよね。ただこの曲の場合はトルコ行進曲がフィナーレになるわけなんですけれども、まあそういうわけでモーツァルトから受け継いだものという点も多分あるんではないかと思われます。でこの作品26の変異調調のソナタをことのほか好んでいたのがショパンだという話でありまして、ショパンは全体的にベートーベンの曲ってあんまり好きじゃなかったらしいんですけれども、この作品26だけは好んで自分で演奏していたと。でもちろん皆さんご存知の早々行進曲付きの、ショパンの変路短調のソナタですね。こちらはこのベートーベンの作品26を念頭に置いて書かれたというのはおそらく間違いないだろうと思われます。まあそういうわけでこうね、受け継がれていくものっていうのはいろいろあるんだなっていうところですけれども。で、このソナタね、この、第一楽章も独創的だし、いろんな点が、オリジナリティあふれる作品なんですが、他の楽章もぜひ聴いてみたいという方はですね、CD がございまして、概要欄に購入リンクを貼っておきますので、ぜひ CD でお聴きいただけたらと思います。